ページの追加や削除の操作をご説明します。ご覧の画面には、以前のステップで作成したドキュメントが開いています。まだ1ページしか作成されていません。ドキュメント設定を確認しておきましょう。ファイルメニューからドキュメント設定を選択します。ドキュメント設定ダイアログボックスが開きました。ご覧のように、1ページの A4 サイズのドキュメントであることがわかります。 また、見開きページのチェックがオンになっています。そして、方向は縦置きに、閉じ方は左閉じが選択されています。ただし、現在は本の表紙にあたる1ページ目だけが作成されているため、まだ見開きの状態にはなっていません。キャンセルをクリックしてダイアログボックスを閉じます。では、ページの追加や削除を行います。 ページの追加や削除の方法はいくつかあります。まずはメニューバーから行ってみましょう。レイアウトメニューからページをポイントします。すると、ページを追加とページを挿入があります。現在の設定のまま、単に1ページ追加する場合は、ページを追加を選びます。ただし、ページを追加するだけであれば、後ほどご紹介するページパネルのアイコンを利用した方が便利でしょう。 ページの枚数や挿入する場所、利用するマスターなどを合わせて設定したい場合は、ページを挿入を選びます。では、ページを挿入を選んでみましょう。すると、ページを挿入ダイアログが表示されました。ページテキストボックスに2と入力します。これで2ページ挿入されます。次に、挿入メニューから、ページの後を選択します。 次のマスターメニューはマスターページを使うかどうか選択しますマスターページについては別のトピックでご説明しますここではそのまま A マスターを選択しておきますこれで設定が完了しました OK ボタンをクリックしますドキュメントウィンドウに挿入した見開き2ページが表示されましたインデザインでは 効率的にページの操作を行うために、ページパネルを利用します。では、ページパネルを開きます。ページパネルは、上下2つの領域に分かれています。上側はマスターページの領域です。それぞれのページの元となるマスターページを管理する領域です。マスターページについては、また別のトピックで詳しく解説します。 下側がページの領域です。ご覧のように、1ページの後に2ページ分追加され、合計で3ページのドキュメントとなっていることがわかります。左閉じのパンフを作ろうとしていますので、1ページ目は表紙ページとなり、2ページ目と3ページ目が見開きのページになります。2ページ目が左側、3ページ目が右側になっていることに注目してください。 さて、さらにページを追加する場合、ページパネルのアイコンから行うこともできます。パネル右下にあるページを挿入アイコンをクリックします。クリックするごとに、同じ設定のページが追加されていきます。ページの削除を行います。ページパネルで削除したいページを選択します。そして、選択されたページを削除アイコンをクリックします。 ページを削除できました。なお、スプレッドを削除したい場合は、削除したいページの番号の部分をクリックで選択します。すると、見開きの2ページ分が選択されますので、パネル下部の選択されたページを削除アイコンをクリックして削除を行います。なお、これらの操作はページパネルのメニューからも行えます。パネルメニューを開きます。 ページを挿入を選びますページを挿入ダイアログボックスが開きますので任意のページ数を入力してページを挿入できます削除したいページあるいはスプレッドを選択しますパネルメニューを開きますここではスプレッドを選択していますのでこちらにスプレッドを削除があります選択するとスプレッドを削除できます 目的のページへと素早く移動する際も、ページパネルが便利です。目的のページをダブルクリックします。素早く目的のページを開くことができます。定規とガイドの機能についてご説明します。定規やガイドを用いることで、ページ上のコンテンツを正確にレイアウトすることができます。 ファイルメニューからドキュメント設定を開きますこちらの立ち落としと印刷可能領域の値を変更してみましょうこの例では立ち落としは全て3ミリに設定されていますでは印刷可能領域は10ミリに設定してみましょう全ての設定を同一にするリンクのアイコンが押された状態で値を入力します OK をクリックします。ドキュメントウィンドウを確認しましょう。ペーストボードに2色のガイドが表示されています。外側のスカイブルーのガイドは、印刷可能領域のガイドです。内側の赤い色のガイドは、立ち落としガイドです。立ち落としと印刷可能領域は、ドキュメントが最終的な仕上がり寸法に合わせて切り落とされるときに削除されます。 印刷可能領域は印刷情報やカスタマイズしたカラーバーの情報を配置したりドキュメントに関する他の処理命令や他の情報の説明を表示したりするために使用できます。また仕上がり寸法に合わせてページの端にオブジェクトを配置すると印刷時やトリミング時のわずかなズレによってページの端に余白が生じてしまうことがあります。 そのため、立ち落としの領域を使用し、ページの端に配置するオブジェクトは、実際のページサイズからはみ出す位置まで塗り足し、印刷した後に裁断します。ページ上には、マージンと段数のガイドが表示されています。ページのマージンと段組の数を示しています。こちらの例では、レイアウトグリッドを利用してドキュメントを作成していますので、 現行のマス目のようなレイアウトグリッドも表示されていますドキュメントの新規作成時に設定したマージンの値や段数はいつでも変更することが可能です特定のページのマージンや段数を変更したい場合はページパネルでページを選択しますレイアウトメニューからレイアウトグリッド設定あるいはマージン・段組を選びますここではレイアウトグリッド設定を選んでみましょう 表示されたダイアログボックスで改めて番組の設定を変更したりグリッド開始位置の変更を行ったりしますここではキャンセルをクリックしてダイアログを閉じますページ上にフレームやオブジェクトを正確に揃えて配置するには定規ガイドを利用します水平定規にマウスカーソルを合わせ ドキュメント上へとドラッグすると水平の定規ガイドを表示させることができます垂直定規にマウスカーソルを合わせドキュメント上へとドラッグすると垂直の定規ガイドを表示させることができます水平定規からペーストボード上へとドラッグすると左右のページにまたがるスプレッドガイドを設定できますそして 定規のメモリに正確に合わせて定規ガイドを設定するには、Shift キーを押しながらドラッグします。ガイドの表示と非表示を切り替えます。Windows ならコントロールキーを、Mac ならコマンドキーを押しながらセミコロンを押します。このショートカットキーでガイドの表示を切り替えることができます。定規ガイドをクリックして選択してドラッグすれば移動できます。 不要な定規ガイドは選択して、デリートキでで削除できます。このように定規ガイドを設定しておくことでオブジェクトをガイドにスナップさせ素早くきれいに整えて配置することができますガイドのスナップについて確認しておきましょう表示メニューからグリッドとガイドを選択しますこちらにガイドにスナップがありますチェックをつけておきます ページ上のテキストフレームやオブジェクトをガイドの付近でドラッグします。このようにガイドにスナップさせて、写真やテキストフレームを配置することができます。